グレーの解剖学に示された、下気道の肉眼解剖像。気管支援は、呼吸器疾患の一つで、気管支の炎症を指す。急性と慢性に区分される。また、別の区分では、慢性気管支援は閉塞性肺疾患にも分類される。自身の喫煙や周りの人間による、受動喫煙の健康被害により、症状が悪化したり慢性化したりする悪影響がある。 急性期間支援とは、咳を主な症状とする3週間までの期間支援症を指す。原因の90%はウイルス感染症である。先駆症状として、風邪症状が現れ、次第に咳や担当の急性上気道を語る症状を、呈する。発熱、全身倦怠感、頭が重い等の症状を併発することも多い。また、激しい咳が出る場合は、 腹部の筋肉痛を訴えることもある。ただし、胸部 X 線に上常所見は見られない。抗生物質の使用は一般的には進められず、これが効果がないことのエビデンスは各種試験にて40年間積み重ねられてきた。米国 CDC は処方量を減らそうと15年間キャンペーンを実施しており、米国品質保証委員会によるハイディーズにおいては2005年から、 処方をゼロにすべきと勧告している。ナイスは、抗生物質の処方を控える、もしくは遅らせるべき患者として、以下を挙げ、またそれらの平均罹患期間を示しているしかしながら、米国では1996の2010年の間において、60から80%の水準にて、抗生物質が処方されている。単、石が2年以上連続し、 毎年3ヶ月以上継続するものを指す。慢性閉塞性肺疾患に含まれる。ただし、肺結核、肺化脳症、気管支喘息、気管視覚腸症等の肺、心疾患を伴うものは除外する。また男性に多く、陶器に増加する傾向がある。進行そのものは緩慢で適切な治療を行えば、問題はないが、放置すると肺精神へ進行することも多いので、 注意が必要である。全般的な呼吸不全の対策として、酸素吸入やレスピレーター呼吸、強心利尿剤等の投与を必要とする。ありがとうございます。